フォルツヒデ・マルは、サッカー雑誌、サッカーダイジェストに連載された漫画、また、それを原作として、テレビ、東京ほかにて2002年に放送された、テレビアニメ。中田秀デをモデルとした犬、ヒデ・マルが、サッカークラブに入団して、選手として活躍する、という仲間との成長物語。もともとヒデ・マルのキャラクターは、パーフェクトチョイスの番組。 中田ドットネット TV のマスコットとして誕生し、公募によって、ヒデマルの名が付けられたものである。その後、江坂正美による4コマ漫画が、サッカーダイジェストで33回にわたり連載される。月刊コロコロコミックでは、ヒデ、マルザ・サッカー・ボーイというタイトルで2002年4月号から2003年5月号の13回に、わたって、溝口誠の作画により連載された。 2002年4月6日から9月28日の間、TVQ 九州放送を除くテレビ、東京系列で放送、全26話。福岡県地区は、富士テレビ系列局のテレビ西日本で放送された。その他、テレビ静岡でもネットされている。サッカーアニメと擬人化した動物キャラクターのコラボレーションや、中田秀都本人が、 スタッフに協力を務めたことが話題を呼んだ。サッカーのプレイヤーチームは男女混合、選手の入れ替えが何度も可能など実際のサッカーのルールにおける相違点が見られる。VHS によるメディア化はされているが、DVD 化はされていない。ありがとうございます。